とりあえず今回はね、東京都の南東側のスポットを攻めていこうかな。あの辺が海浜公園ですね。確かに真っ暗だわ。着きました。結構明るいですね。さすが東京の公園だけど。じゃあ行きましょうか。右側が通路、左側が雑木林っていう感じですね。で、そこがまあもうほとんど海ですね。首吊りがあるとしたら、まあこの辺の木とかなんでしょうね。もっとなんかスケボーの人たちがいるかと思ったけど、いないな。思ったよりいないな。ていうか人がいねえな。あれ原付き止まってる。スクーターで釣りしてんのかな。あ、チャリ一人いるか。人いますね。人いるからライト消しますね。人のいない方に住んでいくので、こっちが先ほどの雑木橋側ですね。そっちに入っていってる感じです。そのどこまでが大井ふ頭の海浜公園っていうのかわからないですけど、一応そこの海沿いからちょっと中に入ったところですね、この辺は。猫が、猫がいます。まだいる。彫刻広場。取り繕っていいのさ。この中行ってみましょうか。なんだここ広場か。ああ、ただの広場ですね。ああ、さっきの雑木林の内側がこれになってる感じですね。広場、こんな感じの植物が生えてる。クローバーとかかな、シロツネグサとか。芝生で転がって。いや、芝生じゃないんで、芝生じゃないんで諦めてください。謎の石。なんすかね、この石。特に何も書かれてないですね。
これ芝じゃないんですよ。これ変なとこだな。子供が喜んではしゃぎそうなところですね。そうですね。あれはバスケのなんかとかだったりするのかな。うん、子供はここ多分喜ぶと思いますね。違うか。なんだこれ。なんだかようわからんオブジェがある。なんだこれ。顔だ。お疲れ様です。あ、ヒズさんお疲れ様です。謎のなんか顔のオブジェがあるんですけど。鈴木さん、Q さん、マーリーも喜ぶかな。マーリー喜ぶと思いますよ。ただ話し飼い禁止って書かれてたんで、ちゃんと理由はつけておいてくださいね。これもなんかなんだこれ。これ何？何の石これ？いや、わからんし。何やこれ石。ただの石やないか。形的になんか、水道的なもんでもあるのかと思ったら、ゴミ置いてあるし、緑の。お、カラスのエンドウが。カラスのエンドウが鳴ってますね。地図がありますね。結構広いんだな。あ、現在地全然入ってきたあたりじゃん。あー、ちょっとこれは全部回ってらんないですね。なんでこの夕焼け橋、現在地ここなんで、ここから夕焼け橋のあたりまで行って戻って終わりましょうか。今は広場ですね。なんだこれ、袋かぶるっつう。何これ、ゴミ？なるほど。あれなのね、住んでる人がいるのね。謎のオブジェが、謎のオブジェ多いな。謎って言っちゃった。護岸が崩れかけてるので安全のためロープ柵の中へ入らないでください。護岸崩れかけてるの、えらいことや。観察壁。あー、なるほどね。この中、こっち側に鳥がいるんだと思われます。昼間だとそれを、鳥を驚かさないように見るための観察壁ですね。前どっかでもありましたよね。どこだったか、キヌタ公園かでもありましたね。あれは干潟じゃなかったですけど、テンさん、カップル観察してカップルを観察してもね。あ、ちょっと靴に何か入ったな。しかなんか結構この中パキパキってんな。
まあ林だから音ぐらいするだろうけど。立ち入り禁止になって。三桜の入り口、これ三桜こっちかい。じゃあ三桜通りましょうか。どう見ても闇って。三桜通って向こう側に抜けて、多分向こうの道が内側に出ると思うんで、そっちに出て入りましょう。まあまあそうですね、有名どころ回っちゃったんじゃないかな。八王子方面の八王子城址とかの御所での滝とかは見れてないです。城址自体には行ったけど、ちょっと時間的都合とかそういうので見れてなかったりするんで、あと八王子神社は見れてないからだから、じゃあこっち側に抜けてもう大体終わりにしましょうか。ただ都内のスポットとかでも、あ、風間さんこんばんは。もうなんかほとんど終わりかけですけどね。今の時刻がもう10時前なので、今日のアイス、まあどっかで見かけたら何かを買うかもしれないです。自然観察、じゃあ自然を観察しに行きますか。なんか電波微妙っぽい気がしないでもないけど、もう終わり。いや時間的にはまだあるんですけど、もうほとんど見るとこ見終わってるんで。まあ徘徊してるだけになってますけども、だいぶライトに虫が寄ってくる季節になりましたね。カズヤモさん、やった。岩月さん、どこかでカップル停電。カップルいなくなってましたからね。自然観察。閉じられてんじゃん。ああ、17時まではそうです。じゃあ、ここまでですね。こっちに抜けるか。そっちに抜けたらほぼ車道だからな、もう。ここはそんな定点するような場所もないし、ここっていうスポットがないから。はい、抜けてきました。